はいえー、それでは1月25日の3問に入ります賃借人が賃料を支払わない場合賃貸人は賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類や時計や宝石類に対しても先取り特権を有する丸か×かという問題です。 考えたい方は動画を一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えはこれ「丸ですね先取り特権っていうのは別の債権より優先して先に取っていくことができる権利なんですね、まあ、先に取っていく権利特権まあ漢字の通りってことですねで先取り特権っていうのは法定担保物件と呼ばれるものですつまり 債務者の債務不履行があった場合、当然に先取り特権が発生するんですね。今回の問題で言うと、賃料を支払わない場合、この場合にもう自動的に先取り特権が発生するんだっていうふうにもう法律で定められているんですよ。だから法定担保物件と呼ばれるんですね。つまり、当事者での先取り特権つけますよ、いいですよっていう合意は不要だって話なんですよ。 先ほども言った通り債務不履行があったらもう当然に自動的に先取り特権が生じるんだっていうふうに法律で定められているんですねで不動産賃貸の先取り特権っていうのは建物の賃貸借の場合賃借人がその建物に備え付けた動産及び賃借人の自己使用のために持ち込んだものの上に存在しますしたがって賃料を支払わない場合賃貸人は家具とかあと宝石とか そういったものを差し押さえることができるという話なんですね。まあ、このあたりはもう理解すれば当然だと思っていただけると思います。で、問2に入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録していただければと思います。で、問2ですね。手付金額の制限についてです。宅建業者 A は宅地建物取引業者でない B に、A 所有の宅地を1200万円で売却した際、 手付金ととしていいくらまででで受領できるかという問題ですねで今回は、あの、まあ、記述式のようになってるんですけれども、まあ、実際記述式は出ないです。ただ、これぐらいの計算はですね、できてほしいということで出題いたしました。で、答えはどうなっているのか。答えは240万円ですね。ハッシュ規制の一つである、手付金額の制限についての問題なんですけれども、ハッシュ規制なので、 売り主が宅建業者、飼い主が宅建業者じゃない場合に適用されるんですね。でその際、売り主業者が飼い主から受け取れる手付金の金額っていうのは、代金の20%、これが限度なんですね。20%を超えて手付金を受領することはできません。 したがって今回、え代金って1200万円なので、1200万円の20%は240万円。つまり240万円までは大丈夫ですけれども、例えば241万円とかであれば、それは宅建業法違反になるということです。で、問いさです。都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ○○および○○の意見を聞くとともに、○○に協議し、その同意を得なければならない。 に当てははまる言葉は何でしょうか。答えは都道府県が都市計画区域を定める場合あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会この2つの意見を聞くとともに国土交通大臣に協議しその同意を得なければならないということですこれは都道府県が都市計画区域を定める場合の手続きの流れです一方で 国土交通大臣が都市計画区域を指定する場合、定める場合の手続きの方法っていうのは、あらかじめ関係都道府県の意見を聞くっていう話なんですね。つまり若干違うんですよ。このあたりは対比して覚えておきましょう。この点については注意事項があります。 で注意事項については、えー、個別指導の中でお伝えする流れになりますので、えー、個別指導の受講者さんは受講者専用のメールマガからご確認ください漢字で書いしている人が多い部分なのできちんと押さえておきましょう今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした